7つの星と人工太陽からなる平和な金河恒星系。しかし今その平和は脅かされていた。世界各地の工場の作り出すものに奇妙なものが混ざり始めた。やがてそれらが人々を襲い始めたのだ。いくら調べてもその原因がわからないまま、作られるものが凶悪化し、やがて工場がそれらによって乗っ取られ、世界は大混乱に陥った。防衛隊が組織されたが、次々に作られる敵に全く歯が立たない。15回目の会議中、みんな絶望に陥った時、この世界で一番の魔導士が不意に現れた。この騒ぎを起こしているのは普通の相手ではない。戦いを好む邪悪な存在が我々を超えた力でこの世界を操っているのだ。普通の戦い方では勝てない。しかし何か方法があるのか。我々とは違う世界の力を借りるのだ。強力な戦いの力を備えた別の世界の。そして藁にもすがる思いで呼び出しが行われた。魔導士によって戦いの力にあふれた世界との空間の道が開かれた。その時、光と共に力が流れ込み、魔導士に乗り移った。あれ？というわけで魔導士は同時に現れた戦闘機にパイロットとして乗り込み、世界の運命をかけた戦いに飛び立つことになったのである。いくつか噛みました。どうもタブヤンです。単発実況、今回はガンナックプレイしてみたいと思います。1990年のトンキンハウスさんの作品、ファミコンソフトです。最後、何これ、シューティングじゃないの。最初ですのに爆弾を4個無料でサービスさせていただきます。ほう、この爆弾は同じものを続けて集めますと威力が上がるようになっております。コンビニみたいに言うな。でも一度に20個までしか持てないので気をつけてください。最後、 B ボタンが射撃っていうことは A ボタンが、おお、パワーアップすげえ。おお、強力だね。何このパワーアップ、気持ちいいじゃん。34、あらま、弱くなった。おお、A ボタンを押したら、わー、なんかスピードが速いぞ。目が疲れる。 P は取っていいのかな。 A ボタン一回押してみたいね、試しに。あー、なに、なんだか派手なゲームですね。なんか全部取ってるけど。これアイテムなのか。おー、アイテムなのか。取り損ねてたわ今まで、あのオレンジのやつ。ああ、これオープニングで出てたあのウサギかな。なんかいろんなものが工場に混入されて、それが変化してるとか言ってたね。恐ろしいこと言ってるよね。でもなんか現代でもありそうなね、工場に異物混入でね、自主回収みたいな。よくわかりますよ、私ね、コンビニでアルバイトしてますからね。これ1とか取らない方がいいんじゃない。あー、1、2、3、4、5、だからどれか一つを選択するってことか、これね。どれがいいかな。5、まあ5が結構ね、前方に対しての攻撃力はあるよね。5で行こう。で、さらに5を取ると、特に何も変わらない。OK、いいよ、でも。これ、一気やられるとまたパワーダウンしてえらいことになるパターンだよな。A ボタン押そうか。あ、これ A ボタンでも押してる間、なんか弱くなるよね。それがなんか嫌だね。逆にパワーダウンだよな。あ、ボス戦か？ OK！ 何これ？うわ。あー、これ、後ろに回られると、私は弱いんだ。なんか、奴が発射した時に、お、狙い目かな。危ない！あ、ダメージ受けてしまった。弱くなった。
ちょっとこっちにおびき寄せて、おお、こっからここで、あー、ダメか、一撃しか与えれないね。危ない。よし、倒した。オッケー、1万点。おお、1万点ボーナス、ありがとう。なんか小さくなっちゃったけど、え、まだ1面クリアじゃないの。嘘、まだ続くんだ。1面長くない。あ、なんか青いの出てきたぞ。5が欲しいな。オッケー、5でいこう。オッケー、なんかあの黄色いやつを取りたいよね。大きくなるやつ、体がこれ一撃当たったら一撃で死ぬんじゃない。わー、緊張感あるな。2か、2はいらない。危ない。おお、耐えた危なかった今。パワーアップアイテム欲しいな。あのニコちゃんみたいな顔のやつ、パワーアップアイテムなのかな。わあ、追い詰められてる。あ、4はいらんな。もう5でいきますよ。5で。やっぱりニコちゃん取ると倒すとなんかアイテム落としてくれるから。あ、こいつこいつ、よし。あ、1はいらん。2、3、4、5、よし、何も変わってないか。くそちょっと火力が弱いな。お金か、お金使い道がどこで。あ、これだ、よし、来たー。あ、5を取りたい、5。よし。よしよしよし。なんかね、幅が広いんだよね、この。こんなに広かったっけ？なんかちょっと違うと思うんだけど、ほら。この、振り幅が。あー、またぶつかっちゃった。くそー。これ、ボスに効くのかな？あ、しかも B ボタン押しっぱなしでいいんだ、このゲーム。知らなかった。連射機能ついてるんだね。A ボタン、これやってみようか。お、効いてるんじゃない？あ、ニコちゃん来た。このウサギ無視していいんでしょ、周り。いける。危ない。結構邪魔。目開けてる時しかダメなんだよね。あ、ニコちゃん来た。ニコちゃん、お金か。くわ、結構ウサギ倒さないとこれきついな。目開けてる時ね。あ、B? 結構これでもずっと戦ってたら無限増殖なんじゃないニコちゃんのアイテム、ほら、お金結構稼いでるんじゃない。どれがお金なの。得点がお金なのかな。エリア1クリア、やったぜ。長いなエリア1。ボスが2体もいるなんてね。あ、来た来た来た。連射力アップ、1回6円。今30円持ってるの。爆弾の仕送りか。どうしよう、連射力アップでいいんじゃない。今の連射力はランク1です。ランクアップしますか。実行。 OK。 ランク2、武器を買う。今の武器は5番のレベル2です。何を買いますか。え、あ、もう全部やったのに。爆弾の仕送り、どのエリアに送りますか。先のことはいらんでしょ。まあエリア3に送っとく。よくわからんけど送っとこう。はい。で、連射力アップか。武器買いましょうか。レベル3に、あ、レベル3になった。終わり。どう違うの。レベル1と3、あ、2と3、また小さくなってるんだけど。あー、やられた。初めてやられた。あ、こっからスタートなんだ。爆弾5じゃないやつにしようかね。え、3にしようか。 OK、 いいね。これ誘導弾みたいな。3でいこう。
3、よし、あ、これ楽しいじゃん。3、5から3に乗り換えました。もう2と4は取らない。3、あ、あれあれあれ、あー、取りたかった今の。くっそー。でも楽しいねこのゲーム、ガンナック。おー、いいねこれ、 B ボタン押しっぱなしで。でも連射機能はいまいちなんだよね。いやでもこれ疲れないからいいわ。うん、ポリコマンダーいらないっていうね。ダブル、これ爆弾なんでしょ。 F? F12 F T、 よくわからんけど使ってみようか一回。おお、こんなになるんだ。積極的に使った方がいいかもね。お金はここで表示されてないんだね。1はいらん、3が欲しい。火山、あーっと来た、なんだこれ。おお、敵を全員破壊するやつか。やばい、火山の近くちょっと怖い。これ使おう。いいねいいねいいね。あ、青いやつ、あ、いいね。あ、333のパワーアップしたよ。ちょっとでかくなったかな弾が。あ、また3、いいね。もうこれ以上パワーアップしないんじゃない？ A ボタンでちょっと破壊。おお、派手だね。3きた、よし、きたで。これ最強説、3が最強説。あ、ボス戦か、大きくなりたかったな。 A ボタンで、あ、これ効いてるんじゃない？いいんじゃない？これ金も取って、これもうボムいっぱい使った方がいいよ。ボス戦ボム使いまくり、これ効いてるでしょ。これもう早く終わりそうだ。よし、中ボスか。おお、2万点ボーナス。でもハイスコア取ってもね、あ、武器もらえないからな。このハイスコア得点をね、正直お金に変えてほしいよね。お金が全てボタンだもんな。あ、なんかまたパワーアップした気がする。3、 A ボタン、これ積極的に使っていこう。 OK、 あ、間違って4取った、最悪だ最悪。めっちゃ弱くなったやん、ちょっとやめて。何このファイヤー。ほんでしかもちょっとずつ短くなっていってんのこれ。やばいやばいやばい、これでは負けちゃうよ。おー、 A ボタン使って、あ、でかくなった。でかくなったのはいいけど、この4はいらんぜよ。4弱いわ。これきついね。4、考えようによっちゃ効いてるのか、この短さよ。あ、3きた、よし、3に戻せました。これパワーアップ状態の3なのかな。また1からってことないよね。 OKOK、 4は個人的にはいらないな。なんだか寂しいもんね。前方には強烈なんだろうけど、うわ、これ完全に100円ライターじゃんね、この敵。いろんなこの身近なものが変化してるんでしょうね、何かしらの原因で。ガンナック、あのオープニング以降のストーリーはないのかなね。えストーリー、おっと危険だ、危ない。だってこれ飛んできてんのタバコだもんね。もう電子タバコのある時代にね。オールドタバコですよ、オールド。間違って3以外取ったほら嫌だから取らないでおこう。全部なんか火の元にご注意の敵ばっかりだね。マッチやらタバコやら。よし、だいぶ落ち着いてきたな。いけるぞこれ。
行けるとこまでガチで行きますよ。今回シューティング祭り、結構目が疲れてくるねこの攻撃ね。さあエリア2のボスか。あーうわーやられた、強い。こっからか。もうこれ A ボタンガンガン使っていこう。あ、効いてるんじゃないこれ。だいぶほい、こいつ正面めっちゃ強い。危ない、これこれこれ効いてる、これ効いてるでしょ。あらまあ残機がどんどん減っていくぞ。よし倒した、短期決戦だ。でも残機が2機やられました。オッケー、58万点、100万点いけるんじゃないの。エリア2クリア。これで私自身が送った爆弾が手に入るのかな。仕送りっていうね、仕送りって普通親にしてもらうもんじゃないのかな。仕送りが来ていますさあどうしようかな、連射力アップしようか。 OK、 あもうお金がない、くそー、仕送りもできない連射力3なのかこれ。あーノーマルタイプか。あそうか、エリアをクリアするとあのアイテムとかまた初期状態に戻るんだ、パワーアップが。そういうことか、厳しい設定だね。あこれ欲しい、よし来た、おいで。今1もう A ボタンどんどん使っていこう。1、2、3、1、1、いいね、結構1で頑張ってみようか。ノーマルタイプ、あなんか1942みたいなやつ出てきたな。よし取った、1取った、いい、これシュー、これぞシューティングって感じだよね。1通常武器っていうか、あワンアップ今の、え残機増えたんじゃない今、すげえ、連射機能が半端ないもんねこの連射機能3あやばい、これ3取りたくない、この面は1でいくぜ。よーし、お金稼いで、あーお金いっぱい落ちてる1だけ取りたい、1だけ、よし取った。おーなんかさらに前方強くなった気がする。他の武器と比べてまあ火力はね大したことないかもしれないけど、カバー範囲が広いよね。オッケー、爆弾使わずにいけるぞこれ。ニコちゃん、オッケー、完全にマスターしてきたなこの目、このゲーム。あ何、水着姿の女子じゃない、全然聞いてない、何これ。あ当たってない、あ、手取れたちょうど当たるとこ、よーしこれ来た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 、中ボス倒しました。オッケー、やっぱ爆弾重要だね、まだ12個もあるから。あこれ後ろにも攻撃できるのいいね。魚多いな、やばい、助けてくれ。ナイス爆弾、ダブルだ、あ縦型になった。あーまたスクロールが早いな、目が痛い中年ゲーマーのこの体力を奪うよねこれ、これはきつい休まずいきますよ、休まずね。あ11、よし、おーこれ3段階目かな、邪魔だちょっと、危ない、あダメージ受けちゃった、やばい死ぬ、やばい、この B っていうのはあんま大したことないよな、爆弾の種類だんだん分かってきたね。アップ、あ残機増えた、もう残機7機ですよ、すげえ。なんか残機アップのアイテムを取ったよね、しかも100万点突破、すげえ。いや100万、あーやられた、
やばい、やばい、助けてくれ。あ、バリアに守ってもらったと思ったら甘かった。くそ、あー、非常事態だ、非常事態。やばい、パワーダウンした。ガンガン使っていこう。できればでもボム、あ、2って使うの初めてだね。これ結構いいんじゃない？あんまり連射できないけど、これはこれでいいね。よし、2を集めるぞ。危ない。あ、結構隙がある。あー、やられた。2は結構隙があるよね。正面しか攻撃できないからな。これ真ん中で助けてもらうっていう。でもすり抜けてくるんだよね、敵。危ない。うわー、なんだこの空母とか、すごいね。よし、パワーアップしたぞ。パワーアップアイテムが頻繁に出てくるから楽しいね。あー、ちょっとこのパワーでは大丈夫か、ボス戦。あー、タコどうだ。あ、隠れてる時に、あ、やった、残機増えた。結構効いたね、これ、この攻撃。ほら、足に効、あ、めちゃくちゃ効く。これ相性いいわ、この攻撃。このね、足やっつけるのにめっちゃいいね。足やっつけてもダメージ与えてないのか。本体、顔をやっつけないといけないのか。よーし、惜しい。もう爆弾全部使うつもりで、いけ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 。あー、ここはずるいでしょう。あ、 B に変わった。いけいけ、爆弾いけ。あー、かわされた。アップ。あー、これ上の方に出てくるとチャンスですね。お金はしっかり取っとこう。どうだ。あ、まだか、しぶといな。やばい、もう爆弾も減ってきたよ、残り4つ。あ、よーし、やー、ダメージ受けたけど、もうでも関係ないもんね。エリアクリアしたらまた1からだから。やりました、140万点。すごいな、見たことのない点数だ。エリアさん、まさかのクリアです。このゲーム向いてるかも。またね、連射力アップしとこう。あ、ランク3。オッケー、ランク4。どういうことなんだろう、連射力ランク4って。もっといこうか。今の連射力はランク5です。これ以上アップできません。すげえ。武器買っとこうか。あれ、今の武器何か忘れたな、でもな。やめとこうか。あ、違うわ。また最初からか。そうだね、3でいこうか。はい、3でいきます。最後、あ、爆弾3つだけ。よーし、最初が肝心だよこれ。エリア4。あっと、パワーアップ。よし、オッケー、乗ってきたぞ、いけるぞ。ボス戦まで爆弾は温存しとこう。残機6あるから、この1機ででも行きたいね。なんか、なんなんだろう、ブロッコリーみたいなやつ。木のかけら、あ、ダメージ受けちゃった。4はいらない。やばい、あー、助けてくれー。あー、今あったのにパワーアップアイテム、くっそ。あー、一番ノーマルになっちゃったよ。あ、連射速度も落ちたのか、くっそー。あ、やられたー、くっそー。今頃気づいたけど、あの爆弾の下のやつは今どの武器装備してるかだね。1の装備。今更かよって。
よしよし、爆弾増えてきた。残機がもうちょっと減ってきたらもうボス戦の前でも爆弾使った方がいいな。よし、爆弾13、中ボスまではまずいけるだろう。さあ中ボスか、まだか。この斜めのこうスターソルジャーを思い出す。お、爆弾使え、爆弾爆弾あった。おお早いあ、やっぱ倒すのが早いと点数多いのかな、4万点。さあ中ボス撃破、目指せ200万点みたいになってきたなこれまさかの、あ間違った、4はいらん、1でいいか、1でいいな。おお5を取っちゃったよ。あ4取っちゃったよフラフラしてるよ。これ溜めて、これファイヤーっていうこれだね。溜めて溜めてファイヤー気持ちいい。溜めて溜めて溜めてファイヤー、ファイヤー、よし来た、ダブルファイヤーだ。かかってこい。あボス戦違うか。溜めて溜めてダブルファイヤー、やばい、助けてー、爆弾助けて。4取りたい、4。あ3取っちゃったんじゃない今。 OKOK 溜めてダブルファイヤー。あ助けて、これ横から来ると弱いんだ横から来るときつい、危ない、横からの攻撃にはきつい。でもボス戦には強力そうだもんねこれ。うわちょっとやばい、爆弾使いまくり、あーやられた、くそー弱くなった。ちっこい火だなー、これでボス戦かー。あでも木だから結構相性いいんじゃない。あーやられてしまった、なにこれ逃げられない感じの、うそー、きついね。うわー手が出てきて、その後ミサイル、手には当たっても大丈夫みたいだね。あーダメだ手に当たってもダメだ。あ倒せたー、8万点、ラッキーでした。いや得点で残機どんどん増えるね。エリア4クリア、これシューティング大会最長の、最も長い戦いになるかもしれないよ。望むところだ。連射力だね。あもうずっと連射力は一緒なんだ。そっかそっか、仕送りか。仕送りで見るとエリア8までが最高なのかな。次エリア5だよね。半分来ましたね。いいね、いきなりパワーアップ、いいぞこれ、チャンス、このチャンスを逃すな。この最初の1機を、銀行なのこれ、バンク。わーなんだやられた、危ない、くそーやばい、最初の1機やられた。なんでもいいから取れ。あ4か、5の方がいいんじゃない。いいねこのダブルっていいね、この画面全体に雨を降らせる。おりゃあー楽でいいな、ずっと打ってたいねこれ。よし倒した、 BOKB の方がいい。やばい追い込まれてる。あー B はこれか、ダブルがいいよな。よしパワーアップ、ダブルダブルダブル、よし取った、ダブル取りました、いけダブル。あーやられてしまったぞー、あらまーやばい、残り2機、あもう使っていこうかこれ爆弾。
おお、息増えた。いいよ。爆弾使っていこう、これ。ちょっとでも進めた方がいい。爆弾はまだ取れる。多分。来ました、中ボス。エリア5。わー、何これ、猫？爆弾使いながら。危ない危ない危ない。おー、近すぎるでしょ。近いよー、怖いよ。めっちゃダメージ与えてるけど、でもずーっと。よーし、やった。招き猫ディフェンスが甘かったね。そして皆さん、まさかの200万点突破。100万点目指してたのに200万点。1,2,3,4,5 全部やったかな。多分2番ってまだね、パワーアップやってないんじゃない。2番取りたいね。おー、怖いな。これ当たってもいいのか。この棒みたいなやつはダメなんだろうね、多分。やばい、もう爆弾がない。ボスまでたどり着けるのか。連射力を上げてるのだけがね、救いですね。パワーアップアイテム2がない。5とかいらんな。あ、でかいの来た。よし、取った。おお、でかくなってる。いや、気持ちいい。危ない。あー、ちゃ、当たっちゃったよ。爆弾1個しかない。爆弾欲しい。ボス戦の前に爆弾欲しい。よし、爆弾1個。もう1個。 OKOK。 よし、これで戦えるぞ。あ、横から来るのやめてほしい。端っこに逃げようか。爆弾温存だ、爆弾温存。後ろから来てる。ちょうど当たらないところから来てる。危ない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 。うそー、ここでやれるか。これラスト2機かな、ラスト1機、どっちだろう。あー、1機増えた。よし、いいぞー。長くない？ちょっと、もうボス戦でいいよ。あぶ、危ない、危ない、当たってる。危ないどころか当たってる。よ、あーあああ、びっくりした。サボス戦、なんか紙芝居読んでくれそうなおばあちゃんだ。あらー、何それ、パネルが爆発するんだ。パネルが光ったらやばいよ。そこ気をつけて。よしよしよし、そこなら大丈夫。うわー、近いとこはやばいよ。よっ、倒せ。避けろ避けろ。おー、ラスト1機でクリアできました。あ、過去最高10万点。エリア5クリア、ガッツポーズ。やったぜ、喜びのダンス。お金あるかな。仕送りが来ています、1個だけね。あー、2円しかない。何にもできねえ。さあ、エリア6、残り3エリアか。最初のこれ倒すと、あ、パワーアップアイテムないのか。連射機能だけが頼みの綱ですね。あー、4はちょっと嫌だな。よし、敵の攻撃も激しくなってきたね。青、なんでかわからないけどこのゲームいけるね。シューティング苦手だけどいける、このままいける。よし、爆弾、今は残機を増やしたいな。ラスト1機だもんね。得点を稼いだ方がいいのか。爆弾使っていこうか。
もう死んだら終わりだからね。僕は爆弾使っていこう。危ない、追い込まれて。危ない、逃げろー、危ない、怖っ。危なかった今。ちょっとパワーアップしないとこれ弱いぞ、火力が弱いぞ。やばいやばいやばい。おお、あのなんか点滅してるこの爆敵の爆弾も回避してくれるんだね。あ、いいね、久しぶりに3。あ、2か。おお、何、あ、息増えた、やった、息増えた。あー、息増えてやられた。危ない、ラスト一気に変わりたい。くわー、粘りたい、ここは粘りたい。ここまで来ると欲が出るよね、エリア6まで来たらね。おーっと、まあ皆さん下手くそな私を今回は褒めてやりたいと思います。241万8180点。ああいつ中ボスだったのかな。最後までご視聴ありがとうございました。男は黙ってコンティニューなし、トンキンハウスさんでした。それでは次のレトロシューティングゲームでまたお会いしましょう。さよなら。